ね、くるくるしてて、ね、すごいすごいすごい大ぶりです。すごい深いで、たくさんふわっとしてるんだけど、奥行きがあるっていうか、かわいいな、これ。こんなにかいと思わなかった。上達に向いてた。いやいや、何をおっしゃいますか。真夏の人形町やってまいりました。夏に来るのは初めてじゃないですかね。でもいつ来てもやっぱり風情があります。今日はもう最近心の拠り所、憩いの場になっている縮図さんに夏の楽しみを味わいに来たいと思っております。また上機嫌になるお酒いただきたいと思います。人形町の心のオアシス、一人飲み天国縮図、移転先がまだ見つからないみたいで、元の場所で営業しています。さあ早速お邪魔してみます。やっぱりなんか一人で来たくなるんですよね。いや、まだもうちょっとなんか移転が先になるみたいで良かったです。僕的にはまた来れたの。心の拠り所なんですから、ここは桜井さんにお会いしてこうやって作りをまずじゃあ4種類5種類ぐらいお任せしますので、はい、こうでなんかいいものを取っといていただいてるっていう。岩の実だけ昨日出ちゃったんで1個だけ取っといた。うわー嬉しい。それ後でいただきます、はい、あ、ちょっとお酒はねいつものあの上機嫌になるやつ。上機嫌、はい、上機嫌今日はね、夏の祝助さんの楽しみを結構満喫に。ありがとうございます。上機嫌来ました。ここに来たらこれをね、これをいただかないといけないんですよ。上機嫌です。なんたってこちらに来たらこの上機嫌いただきます。時間です。しみる、しみます。雪にとかれて夏の上機嫌がいいですね。タチウオは分かりますね。あ、これお長鯛だ、うん、これは一緒だ。ヒラメ。ヒラメですね、うん、ありがとうございます。タチウオもうまいですよ。タチウオね、よし、じゃあタチウオからいこうかな。桜井さんのおすすめのタチウオからいただきたいと思います。うん、コリコリしてて結構うまいね。え、うん、ほんと美味しい。夏の魚なんだ。じゃあ、カツオをいただきますよ。すごいね、分厚い。カツオね、気仙沼のカツオですね。一応、戻りになってはいるんですか。ああ、戻りカツオだそうです。カツオの頃が今、戻って3だろう。うん、そうですね、ほんのりこう脂が乗っててね、うん、上品な脂。戻りはだいたい8月、うん、そうですよね。今やっぱり気候変動ね、完全海水の方が違う。そうか、石だよ。これまた好みなんですよ、石だよ。そうね、うん、天然生け締め。そこのコリコリがうまいの。じゃあ、ししゃももあるし、いただいちゃおうかな。ご用意いただいたものを、例の、はい、例のものをお願いします。来ましたですね。来ましたけど、うわー、カキ。どこのカキでしたっけ。調子のカキ来ました。大ぶり調子のカキです。石の上に乗った芸術品みたいな箔です。美味しそう。じゃあ、ありがたくいただきます。うまい。うますぎる。合わせ
忘れられない味の感触をわざわざ取っておいてくださったそうです。ありがたい。すごいありがたい。あさってか。うん。三陸のやつがまた。あ、来るんですか。三陸ね。和歌山。あ、和歌山の牡蠣があさって。ああ、そうですか。これ北海道の直送の本シシャモっていうのは、これ焼きですか。そうです。オスメスって書いてあるけど。オスメスで1匹もらいました。ああ、1匹ずつってことね。あ、うわ、本シシャモ。あ、ウーマオス。北海道直送の本シシャモ。上はオスだそうです。北海道広尾さんの本シシャモオスの方からいただきます。上の方からおいしいです。シャモうまい。うん、さすが北海道特徴。ふわっとしてるんだけど奥行きがあるっていうか、うん、おいしい。メスの方をいただきます。うん、何してもうまいんだけど、ちょっと卵が持ってるのかな。これメスの方がちょっとあっさりしてるんですかね。卵に取られちゃうのかな、養分を。ね、今はメスの方があっさりしてる気がする。こういう贅沢だ。オスとメスと両方味わえるっていう、これは贅沢だ。うわ、でかいな。でかいな、これ。こんなでかいと思わなかった。カツオのハラミ焼き、これ680円ですね。でかい。このハラミ焼きです。おいしそう。これでありませんか。うまい。うまいです。ほんのりほんのり油が乗ってますね。店の始めに戻りだそうです。ハラミ焼きをいただけるとは思わない。うまい。これはさすがです。メンチだわ。メンチ。うわぁ。最後はこれだ。肝臓のパンの。サロマ湖。サロマ湖の美しずの酒蒸しです。うん。うまい。うまい。最初から。最後まで最高です。夏の楽しみ、人生の祝福、満喫させていただきました。ありがとうございます。お体くれぐれも、はい、猛暑ですからお気をつけて。露骨に夢中ってかも。いやいや、何をおっしゃいますか。何をおっしゃいますか。